大丈夫だよ。大丈夫です。うん、あの例によって前半のステージは、明日 YouTube で配信しますので、あのカメラ回さずでいただいております。ということでもう回ってるんですかね。はい、回ってます。はい、YouTube でご覧の方、こんにちは。全盲のバイオリニスト、YouTuber のあなちゃんこと穴澤祐介です。本日は銀座ライブハウス月夜の子猫からお届けするライブでございます。クリスマスライブでございます。はい、ありがとうございます。はい、で月夜の子猫ではもうおなじみでございます。ピアニスト、山田芽衣さんです。今日はクリスマス食、はい、モリモリで、はい、モリモリでいきますよ。はい、はい、ではクリスマスのこんな曲から始めたいと思います。Thank you.
はい、今の曲は、もみの木とあと最後にはもろびとこぞりでという曲を お送りしました、これは何でしたっけ、あのもろびとこぞりで以外にもタイトルがありまして、主は来ませり、あ、そっちですか、あれ違う曲でしたっけ、それは歌詞ですね、あ、歌詞なんですね、タイトルはもろびとこぞり、そうですね、はい、はい、私はあの手話来ませりを、はい、子供の頃は外国語だと、はい、そう聞こえますよね、手話来ませりあのなんかヨーロッパあたりの言葉だったかなすごいなんかちょっとイタリアっぽかったりしますよね絶対日本語だと思ってなかったはい、本当にその通りです。歌詞が難しすぎませんか歌詞の意味がね、ちょっとよく分からずに 歌う曲ですよね、そうですね、あのそうなんですよ、そういうあの結構ね、あの賛美歌ってありますよね、結婚式でこうなんか歌ったりするんだけど全然こう意味わからずに歌ってたりして、賛美歌のこれ役って相当昔だったんですかね、これ そうかもしれないですね、歌い昭和の初めかもしれないですね、いや、まあ、さすがに 今ではあの外国語だとは思ってないですけど、はい、それでもあの完璧に今の言葉に訳せるかと言われるとちょっと自信ないですもんね。そうですよね。ちょっと古文の先生に聞かないと、はい、はいはいはい、結構ね難しい言葉の、はい、歌詞が多いですよね、はい、うん、そうなんです、はい、というわけで次はですね、穴澤さんのオリジナル曲でなんとこれはクリスマスの曲を演奏したいと思います。それが2曲目に行くんですね。2曲目なんですよ、はい、例によってあのここの曲目ははい、私 の、はい、あの曲順で選曲&曲順という感じ で、あのやっておりますライブです。次の曲は座らないと弾けないんです、はい、はい、ちょっといろいろ仕込みがありまして、はい、あのそう、私 あのオリジナルのクリスマスソングというか、あのそうなんです、あの宝物をお持ちなんですよね。そうこの曲ですね、いろいろ仕込みがあって、はいはい、まずあの、はい、私自分のソロの時にはよくやるんですけど、この鈴をですね、あ、足にくっつけるというちょっと大道芸チックなんですけど、素晴らしい、そうですよ、あのマジックテープっていうんですか、そのベルトのついた靴にですね挟んでですね、これあの、うん、それこそクリスマスの曲に鈴の音が入れられないかなと思ってますね。20代前半の頃に考えたんですよね、でどうやったらあの足に鈴がくっつけられるのか、えその靴にたまたまマジックテープの靴なんですか。あ、そうなんです、そうなんです、こういうのが探すと何種類か、もうこの靴2世代目ですけど、そういうことだったんですね。私なんかマジックテープをあのわざわざこ の今日のライブのためにつけてきていらっしゃったんじゃなくて、靴にたまたまそういうスタイルの靴で、でももうここにたどり着くまでにもうたくさん鈴のなんか、はい、あのいろいろなんかベンチでいろいろ曲げてみたいな、いろいろことして、はい、鈴の残骸をたくさん作りましたね。素晴らしい、すっかり固定されてますもんね。靴屋さんに鈴持って出かけるってちょっと不思議な人になってますね。なんであの人鈴持ってきてるんだろう。なるほど、でちゃんと装着できるからよしこれだっていうことで、しかも、はい、あの素敵な革靴ですよね、おしゃれな。ありがとうございます。でもだいぶ食べてきましたね、これもね。はい、そしてですね、はい、でこの私が作ったあのクリスマスソングっていうのは、はい、サンタクロースっているんでしょうかっていう絵本があって、はい、でそれあの絵本なんですけど、実話を元にした絵本でして、はい、昔ニューヨークサン新聞に、載った本当の社説なんですけど、あのニューヨークのバージニアちゃんっていう子が8歳の当時8歳の女の子で、お父さんに友達にサンタクロースなんて本当はいないんだって言ってる子がいると。で、パパ本当にサンタクロースっていないのって聞いたと、そしたら、パパがじゃあニューヨークサン新聞に手紙を書いてごらん、で新聞社がいないっていうなら本当にいないんだろうし、
新聞社がサンタクロースいるって言うんだったら本当にいるんじゃないの、うん、言ってみればお父さん逃げに走ったわけですよね。そうですよね、そうですよね、お父さんうまく逃げましたよね。すごい。でその8つの女の子の手紙をニューヨーク産新聞が大々的に社説で取り上げて、うん、その新聞社がその8歳の女の子に分かるようにサンタクロースいないなんて言ってる子は間違いだよ、サンタクロースはいるよっていうことをすっごい長く社説使って説明するんですよ、うん、それがかなり感動的で、うん、私この本初めて読んだのが大人になってからなんですけど、うん、ちょっと最初読んだ時うるっときちゃったんですよ、うん、で今うまくちょっと私の口で説明できるかちょっと自信はないんですけど、要するに、最近は見えるものばっかりを信じようとする人が多くて、その見えないものを信じるっていうことにちょっと欠けてるんじゃないかなっていう、でそういうものをこう疑り深くなる、人が多いよね。でも目が見えない、目に見えないもの、が嘘だとしたら真心とか、なんて書いてあったかな、なんかその優しさとかそういったものが何もないことになってしまう、本当は目に見えないものの方が信じられるんじゃないかな、うん、でニューヨーク中の煙突に闇を仕掛けてもサンタクロースは捕まえられないかもしれないけれども、サンタクロースはいつの時代も子どもの心の中に存在するし、これから数百年後数千年後もサンタクロースはみんなの心の中に生き続けるよみたいな感じの社説を書くんですよ。ちょっと私の言葉でうまく説明できないんですけど、素晴らしい本当に読むとちょっとうるっとくるようなですね、うん、聞いてるだけでうるっときますよ。いや、はい、でこのお話が私大好きなものですから、はい、私もこのね曲演奏させていただくときに穴澤さんのこのことを聞けるので、はい、私毎回すごい楽しみなんですよ。すごい素晴らしいストーリー読んでくれないか読んでくれないだったら、ちょっとそこをね、すいません、来年リベンジします。すごい言えるの、すごい今のでいいですか、いいですか、はい、で、それをちょっと曲にしようかなというんで、サンタクロースでいるでしょうか、Is There a Santa Claus という曲を書いたんですが、まあ、8歳の女の子と、新聞記者さんとの心のやり取りということで、8歳の女の子が出てくるので、おもちゃのピアノをこのね、キティちゃんのトイピアノを、入れて、そして鈴を使ってということで演奏する設定で書いております。それでは演奏させていただきたいと思います。Thank you.
い、ということで、イズゼアはサンタクロースという花澤さんのオリジナル曲を演奏いたしました。それでは続いてクリスマスシリーズの曲が続きます。はい、じゃあもうついでに続けときましょう。あ、そうですね、いいですね。はい、はい、うまく使えるか。次はね、山下達郎さんの、クリスマスイブという曲、きっと皆さんはご存知かなとは思います。はい、これも明日、これそうですね、明日、ちょうど明日のキーを歌った曲ですね、クリスマスイブ。はい、ね、うん、JR 東海しか思い浮かばない。え、これ JR 東海のテーマ曲になってたんですね。そうです、あ、そうなんですね。JR 東海の CM ソングで、はい、大ヒット、あ、そういうことだったんですね。そうそうそう、知らなかったですね。はい、そうですか、はい、本当ですか。珍しい方ですね。そうですね。え、はい、はい、では行ってみたいと思います、はい。Thank you.
今年ってね、あの、ショパンコンクールが5年ぶりにあったんですよ。いや、おめでとうございます、メイさん。いや、ありがとうございます。言いたいなんですけど、私はほど遠いところで演奏しております。そうですよね。日本チームもね、本当大活躍で、私ね、ショパンコンクールの開催中は、YouTube でコンクールの、状況がすごくずっと放送されてたので、もう寝不足になりながら見ていました。で、見守ってたんですけど、もう本当に尊敬ですね。出場者の方たち皆さん本当に素晴らしいんですけれども、そんなショパンの曲を穴澤さんがアレンジした1曲を聞きたいと思います。いやー、なんかショパンコンクールの審査員の先生とか聞いたら怒りそうですよね。そうですね、怒られちゃうかもしれないですね。好き勝手相当アレンジ聞くけどもうショパンに失礼だとかになんか言われそうですけど、いやでもショパンは笑って許してくれそうな気がしますよね。なかなかいいんじゃないのって言ってくれるんですからね。はい、ということで、ビオラに持ち替えて、革命の、これもともとね革命のエチュードというピアノの曲なんですけれども、そちらをオリジナルアレンジで演奏したいと思います。好き勝手アレンジしちゃった革命ですけど、はい、革命の革命って感じですね。うまい。はい、そうですね。はい、そういうことで、そういうことでお願いします。はい。はい、thank you.
はい、この曲ね、あの腕がちょっと正直言ってちょっと疲れるんですよ、あの川さん。はい、でもね、あの大丈夫、あのあともうちょっと長いと結構ヒベクしちゃうんですけど、まだ大丈夫。ダンデーガの顔でいきましょう。え、なんですね、リボキタンデーガ、リボキタンデーガ、はいはい、そう必要な感じですね。はい、さて続いて今度はちょっとしっとりしたアナザさんのオリジナル曲の共助という、あ、はい、そうなんですよ、はい、で今日はあのね、私の YouTube チャンネルでもこれね、はい、中継されてますけど、はい、チャンネルにもよく遊びに来てくれる、はい、ひなちゃんが来てくれてます、ひなちゃん、ひなちゃん、はい、ひなちゃんですね、はい、ひなちゃん、ありがとうございます、はい、ひなちゃん、はい、10代なの、そうですよ、羨ましい。そっちですか。はいはい、ありがとうございます。嬉しいですね。あの一気にこうね、あの平均年齢も若くなってね。はい、今日来て、はい、ありがとうございます。今日来てくれるっていうことだったので、はい、あのひなちゃんがこの曲好き。ちょっと大人の曲ですよね。お好きな曲がね。曲に入れてみました。はいはい。はい、この曲、そう、あの今月1日に発売した CD にも、再録音して、入れた曲なんですけど、東日本の震災のチャリティーの活動をしてたんですけど、まあ、その時に被災地の皆さんに自分の気持ちが伝えられたのならっていうことで、2011年に書いた曲ですね、はい、それを、今回また再録音したんですけど、共助って共に助けるって書いて共助って読むんですけどね、ちなみにメイさんはともすけって呼んだんですけど、最初私楽譜をお渡ししたら、あ、このともすけっていうのはともすけさんって方もいるかもしれないですよね。まあいらっしゃると思いますよ、多分ね、ともすけさん、今日ちょっと読みますので、以後お見知りおき。はい、はい、その今日ちょ私にできることっていう曲をお届けしたいと思います。Thank you.
今日ぞという曲でございました。次は、このうちの、ごめんなさい、ここのライブハウス月夜の子猫にちなんだ、曲です。うちの何個という曲を演奏したいと思います。ちょっと久しぶりなのでね、この今日の今年の締めのライブなんですけれども、このお店のテーマソングのようなこの曲を演奏したいと思います。あのぞうさんがね、この猫の様子を曲にした、そうですね、音にした、まあ、あの子供の頃飼ってた猫がモデルなんですけど、すごいずずしい猫だったんですよ。なんかあの、まあ、拾ってきた猫っていうわけじゃなくて、あの夏場に玄関開けてたら向こうから勝手に上がり込んでいくそのままうちの猫になったっていう。すごいですよね。最初からずずしいんですけれども、はい、もう気が向かないときは抱っこしようとすると飼い主でも容赦なく引っかくというですね。猫でした。でもあの甘えたいときはニャーって甘えてくるんですけど、であのあちこちでいたずらを仕掛ける猫でして、一番最悪だったのはあの爪を立てて網戸を登るっていうゲートを思いついてしまったらしくて、それは楽しんでたんですかね。楽しんでたんでしょうね。もう網戸よじ登るんですよ。ガッシャンガッシャンですよ。大変なもんでした。まあ、でもなんかこの話したらお客さんでうちの猫はレースのカーテンを全部ダメにされて、はいはい、あのカーテン登る子とか いますよね。はい、はい、まあそれよりはいいのかなとか思いながら、網戸もね、レースのカーテン、まあ、どっちもどっちですね。どっちですよ、はいはい、網戸はまだいい方ですかね。ソファーがやべっと布団が脱却するんですか。綿が出ると喜んじゃった。そんな綿まで出しちゃう猫もいるんです。すごいですね。粗相をする子がいても、この綿まで出す子は私買ったことないですね。相当な執着ですね。すごいですね。頭まで出しちゃうとすごいですね。いろいろなエピソードが出てきますね。はい、まあ、この曲はあの、ね、そんなこう猫のいろいろな場面をちょっとパロディ風に、はい、こうニャーって甘えてくる猫とか、あとこうすばしっこく、ね、動き回る猫の様子と、そしてちょっとストーリー仕立てになってて、最後はね、こうあちこちこう爪を研いだり、飼い主にこっそりいたずらを始めて、最後は飼い主に見つかって怒られるというオチがついている曲でございます。はい、はい、ではやってみたいと思います。はい、ワン、ツー、オー。Thank you.
って結構ワイルドくんが多いですよ ね、 猫ね。ああ、やっぱりそうなんですかね。猫でも男の子の方が腕力が強くって、あの扉とか腕力が強いんですよ。冷蔵庫とかね、開けたりするんですよね。あ、そういえば扉開けてましたね。はい、そうなんですよ。賢いですよね、でもね。うん、猫は本当にね。あの手でよくドアとか開ける、はい。そうですよね。だから猫の手も借りたいって言うんですよね。器用なんでしょうかね、猫はね。そうですね。あんまり借りたい手がなかったんですよね。うちの猫は。そうですか。はい。というわけで。もしかしたら、もしかして。ええ、何ですか。次が最後なんですか。あ、そうなんですよ。このステージ、あの、いらっしゃいませ。最後の曲なんですけれども、はい、はい、ちょっと。おたまトーンとのデュオ。そうですね。最後の最後に、はい、クリスマススペシャルユニットということで。最後の最後におたまトーンが出てきましたね。はい。バイオリンをどこに置こうかな。ああ、そうだそうだ。あ、でも、バイオリン、ね、その前に置きましょうかね。そうですね。あ、じゃあ、 あのごめんなさい、あの、このあれを、そのね、ミニ鍵盤を椅子の上に置いて、誰も机の上に置きます。はい、置きましょう、はい、安全のため。はい、じゃあ、で、お玉を。はい、はい、なんか最後の最後にお玉飛んで大丈夫なんですかね。あの、なんかそれはわからないですね。はい、きっとお客様がお優しいので、また大丈夫かと。あの、お玉飛んとですね、まあ、前回もあのこの組み合わせを行いましたけど、お玉と鍵盤リコーダー、はいはい、どっちも、ね、どっちもね、こう人を小馬鹿にしたような、小馬鹿にしたようなになっちゃうんですよね。すごい真面目にやってるんですよね。すごい真面目にやってるんです、真面目にやればやるほどちょっとおかしい。普通に開くと音が変わるんですか、やっぱり。あ、あの音量がですね、あ、やっぱり変わるんですね。かわいいですよね。顔まで変わっていいですよね、おたまトーンはね。はい、ということで、クリスマスのこの1曲を、ね、演奏したいと思います。最後に最後に、はい、ありがとうございます。はい、いきます。はい、あれ、すごい。
YouTube でご覧の方はここまででございます、はい、はい、YouTube でご覧の方、はい、いつもいつものお願いでございますけれども、ね、あの YouTube ライブですからもちろんあの無料でご覧いただけるんですが、PayPay のチャージを送る機能を使った投げ銭というのを募集しております、はい、今日のライブも面白かったよ、楽しかったよ、ね、またライブ中継やってねと感じていただけたあなたはい、ペイペイを使って投げ銭にご協力いただければと思います、私のペイペイの、ID が穴沢329になっております、全部小文字で ANAZAWA 数字で329穴沢329になっておりますので、ここまでですねペイペイの方であの投げ銭ご協力いただきましたら後ほど名産とシェアさせていただきます、説明欄にも、載せておきますのでご協力よろしくお願いいたします、はい、そして、お店の方はこの後後半のステージもありますしクリスマスケーキもありますが、はい、そうだあの、はい、YouTube でご覧の方あの次回ぜひお店に、ね、はい、あの直接おいでいただけたら、はい、こういうケーキも食べられる時もある次回なんか食べられそうですね次回食べられそうですよ、ね、なんとすごい開いちゃうんですけれども、はい、すごい開いちゃうんですよ今出た329、はい、穴沢さんのバースデー誕生日なんです次回29日に予定していますので、はい、ぜひとも、はい、ね、今から計画を立てて、はい、3月29日ぜひ遊びに来ていただけたら、はい、ケーキにありつけそうですよ一緒にケーキを食べましょう、はい、よろしくお願いいたします。ケーキを切る前に、はい、ケーキを写真に撮りたい方はどうですか。ああ、そうですね。切っちゃう、切っちゃうとも分からなくなっちゃう。そうしましたら、どうぞ。一旦 YouTube の方は、あ、そうですね。はい、終了してということで、はいはい、後ほどこのケーキを着きますので、はい、じゃあ YouTube でご覧の方、ここまでです。ありがとうございました。いいねボタンもよろしく。ありがとうございます。